ンタス、オーストラリア航空。ビッグカメラ！カメラ、ビデオ、オーディオ、マニアも喜ぶ品揃え。とにかく安い。当たり前。池袋東口。ビッグ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 カメラ。新大学生諸君、クラブ F に入りなさい。もう一度繰り返す。悪いことは言わない。速やかにクラブ F に入りなさい。ようこそクラブ F へ。思い切り恋するそうだ。ティーンズ味の素。夢みたい。陽気が良くなってまいりますってえと、人があっちこっちへ遊びに出かけましてね、野に山にということになるんですが、東京の方では昔は野には行くでしょうけれども、山に遊びに行くということはまずなかったそうですな。山に出かけるとなるってえと、これはまあ新人で出かけまして、ところが上方の方ですってえと山が迫っておりますから、昔から山の遊びというものが盛んだったんだそうですな。もみじ狩りですとか、あるいは松茸狩りなんというんで、女子供まで山に踏み入ったりなんかして遊んでくるなんてことが盛んだったそうでして、京都というところに参りまして、昼間あっちこっちと見物して歩いて、夜になって祇園ですとか先斗町あたりへ参りましてね、芸妓さんですとか舞妓さんを相手に一杯やるね、大変にこの結構なもんですな。もう私もやったことがありますが、もっとも手先じゃございませんでね、お客様のお供をしまして、よんよんなんてなことを言いながら、一杯ごちそうになって、今に一つ自分でもって遊んでみたいなと思ったのが、まあ20年ばかり前でございまして、それっきり自分でやったことはないんでございます。一度やろうと思っておりますが、何年経つか分かりませんですが、また東京の人間からこう見ますと、京都というところはなんかおっとりしておりまして、でまたご婦人の言葉がよろしいですね。本当に私たちなんざ、こう耳慣れないと申しますか、やっぱりこの同じ関西の言葉でも大阪弁とまたちょっと違いましてね、なんかこうやけにこの当たりが柔らかいね、そうどすえなんてなこと言われると、なんてねお足がいくらあっても足りないなというような、そういう気になってまいりますが、まあそう言って結構な遊び毎日のようにやっておりますが、人間というのは贅沢なもんでね、だん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 と遊びがなくなってまいりましてね、退屈してくるなんてこともあるそうですな。おいもう今夜いいよ。いやもう今夜私は酒飲まないよ。なんだ、いやいや気分が悪いんじゃないんだよ。もう明日どうしようかなと思って考えてたんだ。でふっと思いついたのは、明日ね、一つ朝早く起きてね、愛宕山へお参りに行こうとこう思ってるんだよ。何が、そうかい、いや構わないよそりゃ、そうかよし、
じゃあみんな連れて行きましょう。じゃあ一緒に行こう。あそこでなんかあの豆千代に豆肉がなんか言ってますよ。なんだって。一緒に行きたいって。ああ分かったよ、連れてくよ。うるさいね本当に子供なんてな。しょうがない、うるさいけど仕方がない。あの五色豆も二つも連れて行きましょうね。おいおい茂蔵や、みんなの頭数を数えてな。おかみに弁当を頼みなさい。数が足らないってとお前恨まれますよ。いいか。おい一発、今夜もう酒をしな。どういうわけでござんす。あのな、明日の朝早くに起きてお参りに行くから今夜も酒をしな。あ、お参り。あ、そうですか。あのお参りのお参りの晩ってのは飲んじゃいけないんですか。いや、そうじゃないんだ。ただのお参りじゃないんだ。高い山に登るんだからな。向こう行って答えるからもうよしな。あ、山への。あ、大丈夫、大丈夫だ。あのね、私はね、もうとにかく身が軽いのは自慢でね、本当ですよ、ガキの時分には猿とあだ名されてましてね、もう大屋根なんだ、ピャイ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 ってその、ね、屋根に登ったりするんじゃないんだよ。本当に高い、もう尋常な山じゃないんだよね。だからあのお前参っちゃうから、悪いことは言わない、お前のためを思って言ってんだから、寄せてんだよ本当に。言うことは聞かねえんだから、どうしてお前みたいなやつをひいきにしたかな。いいよいいよ、飲んどろ飲んどろ。向かいか、明日の朝になって勘弁してくださいったって俺は許さないぞ。おめえの首縄祝いつけたって引っ張ってくから、そのつもりでもって飲んどろよ。私はもう寝ますよ、なんてんで旦那は寝てしまう。さあ明日朝になるってえと大勢友を連れてぞろ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 とやってまいりました。おい一発、こっち来な、こっち。なんでございましょう。なんだその顔は。真っ赤な目をしやがって、顔が春ぶったいじゃねえ。遅くまでやってやったんだ。寄せってのに寄さねえからそういうことになるんだよ。ざまにあれ。臭いねえの。もう少し離れて離れて、本当に残ってやんだろ。ざまにあれ、許さないよ。いいか。あのな、お前ももう京都へ来てだいぶになるんだな。俺はあっちこっち連れてってやってるから、いろんなところを見てだいぶ詳しくなってきただろうな。この京都というところはぐるーっと山でな、こう囲まれてるんだよね。こうずっと見てくるだろ。とぐーっとほら、ぐっとそびえてる。あれがお前愛宕山だ。どれですか。あれがね、あれお前登るんだよ。ああそうですか。高いだろ。そうですね、そう言われてみるってえと少し地べたが腫れてますかな。口の減らないやつだね。お前に登れるか。朝飯前でござんす。また始めやと。お前それよくない癖だよ。そう言っちゃ何一つできたことはねえじゃねえか。本当に。いいか、覚悟してろよ。行くぞ。ちょっと大将待つか。あの何でございますか。あのてっぺんに間違いなくお社があるんですか。あるよ。あ、そうですか。だったら何も登っていくことはないでしょうね。子供ってこう拝んで、それでスーッと帰るのはどうです。そんなズボラな新人があるか。本当に。ダメだよ、逃げ寄ったってそうはいかねえ。行くぞ。さあこっちについてきな。大将、大変に人が出てますな。天気がいいからな。ああやって女子供までこういうところに出てきて積み草して一日遊んでるってやつだよ。どうだい。驚きましたね。よござんすな、こういうのはね。一発、じゃあこっち来て。ほら、これを見ろ、これを。ほら。まあ、またこれは結構な流れでござんすね、どうも。ああやって体持ってみんなひなが一日のんびりと遊ぼうてんだな。やっぱり京都だ。ところはね。私ね、大将、どちらかというとね、山より川の方が得意なの。川が大好きなんです、昔から。あいつは川っ子じゃないかなと言われるぐらいに川が好きなのね。私ね、川でもって遊んで待ってますから。大将一つ登ってらっしゃい。何を言ってんの。あれだけ大きなこと言ったんだからダメだよ。こっち来な、こっち。あ、ここは登り口だ。あ、お前先登れ、登れ。いや大将、あとお先、お前が先に登んない。いや、あのね、私ね、この山初めてでございますからね、不安ない、だから、ね、大将はね、まず先達ですよね。スーッと登っていただきます花ね。その後に、女の子たちがゾロゾロっとこう続きの一番しまいしんがりを私が務めようてるんですよ。そんなこと言ってお前逃げよったってそうはいかないぞ。おい茂蔵や、あのな、弁当を下げてないんだな。しょっちゃいなさい、しょっちゃいなさい。そうだそうだ、よっ、キュッとしっかり結んだな、そこんとこで。そうだよ。両手が空くだろ。あのな、一発のそばについてて離れんな。で、どんなことあったっててっぺんまで連れてきなさいよ。連れてこないってとお前暇出しますよ。分かってるかい。いいね。よし、じゃあ私は先に登るよ。どうぞ大丈夫なの。逃げたりなんかいたしません。すぐにね、本当ですよ、ちゃんとね、登ってきますから。私が登っている姿あなたに見せたい。本当、大丈夫ですよ。
ちょっと姉さん方何ぼんやりしてるの、大将登っちゃってんの、え、後にすぐ続いてくれよ。いやいや、私は後でいいんだから、しんがりを務めんだから、ええ、どうぞどうぞ、ええ、どうぞ、ええ、どうぞどうぞ、ええ、大丈夫ですよ、うん、あのね、途中でくたびれたら無理しちゃいけないよ、私が後から行くんだからね、抱きもすればおぶりもするよ、ね、うん、そうそう、はは、これ驚いた。おい、しげどん、見てたかい、おい、驚いたね。そう、ひしゃいとこう体にあってね、ぴょい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 ってんで、雷型にこう登ってくんだよね。あー、こっちの女、慣れてんね。大丈夫ですか、師匠。何を言ってんの。心配しなさんな。どうってことはないよ。ね、うん。こういうことはね、私はね、任せてもらいたいよ。ね、第一、女にできるんだろ。ね、女にできて男にできないことなんてないんだよ。ね、はばかりながらこっちは信用が違うんだから。ね、本当だよ。ね、包丁を持たしたってね、針を持たしたって、もう女に負けるものは何もないんだから。ね、掃除、洗濯、炊事、なんでも私は女に負けないよ。なんだって言って女のやることは何でもやるよ。下手すりゃこっちは身ごもりかねねえんだから、本当に。ね、さあ、じゃあ登るから後ついてきなよ。いかい、行きよ。いいもんだよ。ね、うん、飲んだ明くる日ね、体動かすってえとね、こうずっとね、汗かいてね、うん、スーッと、酒が抜けるってやつで、うん、どうってことはねえんだよ、こんな山なんてのは。あのね、軽い気持ちでお登りよ。いいかい。ね、うん、さあ、これから山に登るんだなんてんで気負っちゃいけませんよ。ね、軽くね、シャイ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 と登ってくんだよ。うん、それから上見ちゃダメ、上見ちゃ。上見るってえと、あそこまで登んなきゃなんないのかななんて思うってえとね、それだけでもってくたびれちまうからね、目の当たりを見てる、目の当たりを。どん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 こうずっと地べたが流れてくだろ。ね、で地べたがなくなったところがてっぺんなんで、物の理屈だよ。大丈夫だよ。どうってことはね、こんなものはな、ほんとね、うん、歌でも歌いながら登ってきゃいいんだね。ちゃんちゃらんかちゃんたらすちゃらかちゃんと、ちゃらかちゃんたらすちゃらかちゃんと、山で白いのはさあうさぎじゃないかさあ、何のうさぎだんべこりゃさのさあ、雪の塊さいさいさい、おらちゃらかちゃんたらちゃらかちゃん、踊ってやんなあいつは。おい一発じー、へい、あらあら、なんです大将、まだあんたそんなところにいるんですか、遅いですな。何を言ってやんねん、おめえのことは心配で待っててやったんだよ。鼻からそんなにはしゃいでるってえと、てっぺんまではとても持たねえぞ。大丈夫ですよ、後が使いますから早く行ってください。生意気なこと言うな、続けよう。大丈夫ですよ、冗談じゃねえ、だったかったねえやね、本当だよ、うん、チャラカチャンタラスチャラカチャンと、こんな山なんざさあ驚くことはないと、二つ重ねといてこりゃさのさあ、人またぎさいさいさい、おらチャラカチャンタラチャラカチャンと、チャラカチャンタラチャラカチャン、チャラカチャラカチャンチャラカ、ああよ、うん、あうん、チャチャラ、あら、あチャラカチャラカチャンチャ、チャラカちゃん会わなくなってきたよ。ね、うん、会わなくなってきたらね、歌を変えればいいんだよ。ね、ちゃんちゃんチャラチャチャチャンチャンチャンと、これいこう。ね、うん、お前へまちまち蚊帳の外、ああこりゃこりゃ、果肉はあれへ七つの金のなるまでも、七つの金のなるまでも、こちゃえこちゃえ、ちゃんちゃんちゃらちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃん、お前は浜の庄屋様、あこれこれだ、潮風に吹かれて灰色が真っ黒、真っ黒、真っ黒、へい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 、師匠、歌が出ませんな、うぜい、はい、もうダメだ、おい、もうダメだ、いや、あのね、普段体動かしてないからね、もう答えるね、これは、足がこんなに硬くなっちゃったよ、うん、あのね、動悸が激しくなっちゃって、
とてもじゃないけれども上まで登れませんからね。うん、まだよほどあるんだろ。え、ほんの賭博士、これ賭博士かい。しょうがねえな、やだよ。いやあのね、悪いけれどもお前さんね、一人で登ってってね、うん、で大将にね、先ほどは、大変にこの私はあの言い過ぎて申し訳ございません、私だよ。え、うん、一八が言ってました、強いんだよ、いいかい。うん、でね、一八は麓でお待ち受けをいたしますと、あのこういうふうに言って、一つあの大将にうまく言ってダメですよ。何言ってんの、ね、師匠がああいうこと言うからいけないんですよ。登ってくださいよ、ね、登ってくださいってお前さんそういうこと言うけど、もう私ダメだってんだよ、無理だからダメ。いやいや、そんなことないですよ、私がね後ろからこう押しますからね。私だって師匠をてっぺんまで連れてかないってと、あの旦那しくじっちゃうんですから、登ってくれ、後ろからこう押しますから。え、お前さんがあっちのこと押してくれる、本当に。ああ、ありがたいね、それだったらいいんだよ。うん、じゃあそう願おうかな。え、あ、そう、よし、じゃあ一つでよろしくお願いしましょうね。うん、いいかい、支度は万事。あ、そう、じゃあお願いしますよ。えい、どっこいさーのーしゃ、だった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 、ダメダメダメだよ。え、ダメですよ、そのね腰掛けちゃいけませんよね。万事私には体預けちゃダメね、歩くのは自分で歩いてから、いいですか、いきますよ。さん、よいしょ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 おらしょよいしょよいしょ、どうですか、えっしょ、どうですか、どうです。あ、ありがとう、いやー助かった、あー楽だね。うん、これだったらいくらでも登れるよ、そこら中の山みんな登ろうか。嬉しいね、どうもこれありがとう、すまないね。うん、あのね、あの大将によく言っとくよ、大将はまた私の言うことだってとちゃんと聞いてくれるの。シゲロンってのなかなかよくだんすよって言うと、そうかよし分かったなんてんで、これからね何かについてね、うん、お前さんがお前用いられるんだよね、それが出世につながるってやつだから、いいかいね。私をね敵に回すってとね、もう出世できないよ、いいかいね。まあ一生懸命やっとくれね。いやーこれありがてえやど、痛いね、どうかしました、どうかしましたじゃないよ、おい、この間亀のところ行き伏せたんだよ、その後がまだよく治ってねえんだよ、そこお前さんが上からガッと押したろ、かさぶたがツッとずれちゃって痛いね、おい、わかんないかね、いやわかんないかねったってね、着物の上からじゃあっちが分かりませんよ、分かりませんよったって、おおよそ急なんてな、こういうところに据えるんだって、そのぐらいの見当がなぜつかないんだよ、本当に。うん、まぬけだね、どじ、そんなに悪く言わなくたっていいじゃありませんか、あっちは一生懸命師匠のことを押してんですよ、それをそんなになんだい、ね、どじだからどじ言ってんだ、まぬけだからまぬけ言ってんだよ、何を言ってんだよ、そのぐらいのこと言われてなんだい、本当にバカ、バカとは何ですか、バカとは、あっちは勘弁にならないね、そんなこと言われて、冗談言っちゃえ、あんなところで喧嘩してるよ、本当にしょうがねえね。おーい、早く登ってきなよ、へえ、あ、大将呼んでる、喧嘩してる場合じゃねえ、へえな、どうお待たせをいたしました、へえ、どうだ山、山はもう、山でござんす、なんで分からねえじゃん、どうなんだよ、軽くしょいしょいと登れた、いやもう、どう、あ、すいませんなね、いやもうね、下からこう見上げた時にはね、さのに高いとは思わなかったんですが、こうやって登ってみるってえと、このてっぺんまではかなりありますな、何言ってんだ、てっぺんだってやる、バカ野郎、ここはてっぺんじゃないよ、まだ半分も来てねえんだよ、え、まだ半分も来てない、ああそうですか、どうだ遊びじまいか、昼飯過ぎです、当たり前だ、本当に何でもそういうこと言ってんの、おい茂蔵や、あのがみんなが茶店で持って待ってますよ、弁当を配ってやんなさい、おい、一発お前こっち行きな、いいからこっち行きなさい、こっち、何でございますじゃね、こっち行きな、どうだこの眺めは、いやあのね、あっちは弁当、はあ、いやーこれはどういい眺めでござんすね、京都ですね、ねえ、緑がたーってこうたくさんあって、青いところがこうあって、で花がこう赤くこうファーッとこうあってね、で お宮の塔の先だとかお寺の屋根やなんかあっちにちらほらちらほらっとこう見えてね、川が流れてますね、桂川、あれが、そうですか、でこうね霞がこうはけてこう吐いたようにこうたまびいてるなんてな、まるで絵ですね、いやーどうありがたいな、これ、いえいえ疲れがね、これでもってスッと取れましたよ、ありがとうございます、いいところに連れてきていただきました、どう、ちょっと大将ごめんない、あら大将、あれなんつう妙なものがぶら下がってます、なんつうあの輪はやっと気がついたか、あらおめえ的だ、的ってますと、
あの歴の的ですか、弓の的であんな綿のがあるかい。あれはおめえ瓦け投げの的だ。コロクの言ってます。本当に芸人のくせに何にも知らねえんだな。よくそれでもっとお前座敷が務まるな。今見せてやっから。おばあさん、恐れ入りますが瓦けをね10枚ばかりお願いしますよ。ダメだよそんなこっちゃな。あーどう、恐れ入ります。いいか、これからなこの瓦けを掘ってな、あのずっとであの輪の中通すんだよね。見てだよ、いいか、すっよ、見たろ、ほらな、抜けたろ、ね、今度はな上から下へ降りながら抜けてっから、よく見たろよ、見たろ、ほら見ろね、今度は2枚いっぺん、あやっと抜けてから二手に分かれるぞ、見たろ、ほらどうだな、目を投げてんだよ。おめえにこんなことはできるか。なんなもう朝飯前また始めよ。やっと怒っちゃいけませんよ、怒っちゃいけませんよ。放ってあそこへこうずっと通すんでしょ。なんだ何をするのかと思った、通ったやつがまたこっちに戻ってくるのかななんて思ったりした。通すだけですか、なんだってことある、こんなものはね、やりますよね、ね、ちょっと私はねちょっと大将と型が違うよね、そしてこう派手ですよね、こういったような格好ね、立花屋がよくこういう格好したね、よんはっ、よっ、大将が放るってえと穏やかにスーッと行くんだ、私が放るってえとこう震えてくんですわ。どういうわけでしょう、当たり前だよ、恥をかいてねえだろ、空を切らねえからだよね。またねえ、あとは意地の悪い人だね、いっぺんしくじらしといてそれから教えようってんだ、腹から教えてくれるがいいじゃん、そういうとこが意地が悪いんだ、あとはね、泥なんてえな、煮ても焼いてもうまいもんじゃありませんな、ほら、やってみましょう、じゃあ一つよっ、ああ本当だ、おお、やったやったやった、あ惜しいな、スーッとそれましたな、今度はねそれないようにね落ち着いて言ってますから大丈夫です、さっ、ほらやった、さっ、スーッとやった、急に切れやがんね本当にね、今度は大丈夫だ、今度はそっ、あ今度は大将見てほら、スーッとほらまたそれたの、一枚も通らねえじゃん、どうで、朝飯前か、晩飯前です、だんだん遅くなるお前、当たり前だよね、お前にな、こういうことがむやみやたら入れきてたまるか、これはお前瓦け投げの甲斐があるぐらいだな、うまい人になるってえとこっからお前塩せんべいを放ってあそこに通してんだ、よくあんな軽いもんでもって見当がつくと思ってな、俺は感心してるよね、もう本当にね、俺は前々から考えてることがあってな、今日はお前に見せてやろうと思って支度をしてきたんだ、いいか、おうほら見ろ、ほら大将、この後小判じゃありませんか、本物、当たり前だよ、へえ、何枚あるんです、30枚、おや、だよ、あ、な、何をしたなんだ、なんだ、いったあった、どう、ありがとう、うん、手を出すんじゃない、今な、俺は前々から考えてたんだ、これだったらせんべいなんかよりはるかに見当がつけやすいと思って重いからな、こっからこうスッとこれを放ってあん中を通そうってんだよ、放るの、さあたさあたおよしなさいよそら、あなたよした方がいいですよそら、放っちゃう、だってそれもったいないの、何がもったいないんだよ、もったいないと、いやお前なんぞを連れてこんなところ遊びに来てる方がよっぽどもったいないだろ、人間なんてのはもったいないこと無駄なことをしたいがために普段から一生懸命稼いでる、おめえに遊びやがってたまるかな、前々から考えてたことなんだな、今までこっから小判を放った人はなかろうと思ってな、いいかよく見たらよ、ねえ、綺麗だぞきっと、それほら、あれ、はあ、これ思ったよりなんだね、だいぶこの見当の違うもんだな、よっと、ああ力が足らねえな、といってあんまり力を入れるってえと狙いではつかねえし、持ちようが悪いかな、この端を持ったらどうだ、端を、この方がいいかな、ああよしこれだ、よっ分かったぞ、さっ
あ、惜しいな。よっ。うわっと、もうちょっとだ。さっ。あら、悔しいな。さっ。あら、え、よいしょ。うん。そっと。ちょっと。ちょっと、大将。ちょっと、あなた、およしなさい。ちょっと、およしなさいって。ねえ、ダメだよ。こっちに投げて、こっちへ掘って。ここへ掘んなさい、ここへ。よっ。さっ。よいしょ、ちょっとね、で、いや、あの、お願いだから、ご賞だから、ね、どう考えてもやっぱりもったいないんですか、やめてください、ね、何枚か残しておいて、お願い、私のためにね、ちょっと大変、ね、お願いだって、せいだの、ちょ、てめえに遊びが分かって、だっ、よいしょ、はぁ、ちしょめ、一名も通らねえよ、そんなことはどうでもいいんですよ、取ろうが取るまいが、あなた、あれどうすんです？あのまんまだよ。人に拾われるじゃありませんか。拾った人のもんだ。あ、そうですか。じゃあ私が拾ったらお前のもんだよ。拾います。拾いな。ありがとうございます。そうですか。へい。ありがとうな。嬉しいな。嬉しい。これ大将どっから降りるんです？知らねえ。知らないなんてあなた知ってんでしょ。知らないよ。あ、そうですか。ちょっと待ってて、聞いてきますか。ちょっとごめんない。あのおばあさん、お忙しいところすいません。あのね、この下へ降りたいよ。谷底へ。うん。どっから降りんの。うん。ここには降り口がないの。ないの。ないったって、どっか回ってこう行かれないのかね。この裏回って、梅の旗ってやるところ、ああそっち回って行かれるんだね。ああ、そう、そりゃよかった。うん。どのぐらいあるんだい、道のりが。うん、七里。それはまたありますね。ありすぎるよ、そりゃ。でも行かれないことはないね。途中で狼が出る。狼嫌だね。なんかこう、段かなんかこさえとくがいいじゃないか。まぬけだね。あそこね、こう見てるとね、かなりスーッと下に長いこと物が落っこってくんだよ。どのぐらいあるんだよ、深さは。90キロ。90キロってと、これが90かい。これ深いね。んだな。いや、それはどうしても降りたいんだよ。いや、およしなさいじゃない。お前さん何も知らねえから、そんなこと言ってん。あのね、おばさん、悪いけれどもね、ちょっとこの傘あの貸してもらうよ。いけません？どうして？下のもみじ屋さんの。あ、ほんとだ。いいや、大丈夫だよ。あとで何十本とまとめて返すから。いや、悪いけど、これ借りますよ。ちょっと、すいません、旦那。じゃあ、大将、あの、行ってきますから。なんだ。それ持って、お前、飛び降りようっての？あ、ちょっと待って。おい、弁当よしなさい、弁当。あの弁当今いいんで、途中でよしなさいよ。これから余興が始まるんだよ。なかなか見られる余興じゃねえから、こっちみんな来なさい。いや、何がじゃないんだ。あのね、ご覧、一発がね、あの傘持ってね、下へこう降りるし、面白いよ。拝見しようじゃないかね。いや、今始まるよ。さあ客集まったよ。さあ早くしな、早く。分かってますよ。そう、せっついちゃいけません。これはね、自分でその気にならなきゃなかなかあったね。いくら傘を持ってるからったって、そうはいかないんですよ。今やってみますか。ちょっと待ってさ、今ね、このね、火の船を見でもってふっと飛びますから大丈夫なんですか。火の船の身の世の五つの、なんて大層数えるね。早く飛びますけれどもね、なかなかこれでなかなか追いそれと、あ、わかりました。目を開いているからいいけど、目をつぶりましょうね。目をつぶるってと別にどってことありません。これはね、ひのふのみのと開くね、目を。弱ったね、これ。いや、大丈夫ですよ。これ持ってんだから、ちょっと飛んじゃえばどってことはないんですがね、そのね、飛ぶまでのそのあれでございます。踏ん切りでございますが、大将、いいこと思いついた。あの後ろの高いとこから、私はね、上上がってでバーッと駆け出していきましょう。そうするとね、あの勢いですから、バーッと来て、もう嫌が王でもバッと表へ飛び出しちゃいますから、ダーッとね。で、そうすればあとこれ持ってるんですから、ふわっと行きますよ。あ、そうかい。じゃあ早くしな。分かりました。じゃあ行ってきますから。
おい、もっとそこ広がって広がって、危ないよ、豆地を出てくんじゃないよ、道連れになっちゃうぞ、いいか。じゃあ行きますよ。それさっやっぱり止まるな、こらなあ、飛んじゃえばどうてええことはないんだよ。なんかきっかけがつかねえかな、どうもな。おい、しげどうや、しげどう。え、なんとかす？うん、あんな、あそこでほら、一発がね、うん、きっかけがつかない、きっかけがつかないって、大変にお困りの様子だから、ね。お前、これからそーっと後ろ行って、一つ野郎の背中をドーンとついて、きっかけをつけておや。冗談言っちゃう。いくらなんでもそんなことは私はできない。大丈夫だよ、おやり。うん、あるじゃそう言ってんだから、言うこと聞いてやんなさい。だ、大心配はないんだよ、大丈夫、傘は持ってんだから、大丈夫、大丈夫。え、ああ、いいよ、いい、万事私に任せときに、お前はこうやるだけでいいんだから、つけてやんなさい、きっかけを。うん、大丈夫だよ。うん、私は知りませんよ、なんてんで、ひどい連中があるもんでね、崖っぷちでもって、傘を持って、こんなになってるところを後ろから行って、いきなりドーンとついたもんですから、きっかけがついたなんてもんじゃない。あーって、これ。やっこさんにしっかり傘を握ったまま佐賀岳に引っかかりながら、ふわーさささささ、ふわー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 さささ、落ちてきました。あ、私も見せたよ。あっちは知りませんよ。俺だって知らないよ。だけど、旦那がやれって言ったんだけど、やったのお前なの。そうそう。あ、ちょっと大丈夫だよ、心配するなよ。なに、うん、どうってことはシャレなんだから、こういうことはな、うん、あ、ただな、あの坂岳に引っかかりながらずっと行ったからね、別にどうってことはないだろうと思うんだよ。姿が見えないから、ただそれが心配だからな。あ、ちょっとあのどの辺にどうなってんだか、みんなで呼んでみようなおーい、一発ー、一発ちゃーん、おしょうはー、一発ちはしげそうの野郎だ。降りるときにちらりと背中に見たぞ。ひでえ目に遭わしてやる。俺がこうやっておめえ傘を持ってたからいいようなもんの、もし持って降りられたよ。降りられた、降りられた。ねえ、私の思った通り、この傘ですよ。わーっと来たよ。ねえ、ありがてえな、どっかに呼んでんな。あそこにいた。うん、大将、ここですよー。あー、おい、出てきた、出てきた。ほら、見ろな。大丈夫だろう、どうということはないよ。おい、怪我はないかよー。怪我はありませんよー。金はあるかー。金ー。あ、そうだ、それで落ちたんだね。よしか、あ、いやいやよし、あそこからおったよ。で、こっちだよ、ね、はあ、冗談じゃないよ、せっかくおっちさんだからね。ほら、なった、だっ、これだけじゃないよ、ね、これだけじゃありませんよ、これだけじゃありました、ありました。大将うまいね、同じ見当で放ってくれるから、これ拾いや。ありがてえな、どうもな。 ありがてえ。まだありますよ、ほらほら、あったね。こんなもってあっちは銀行起こしないよ、銀行ね、一発銀行なんてんでね、もう高い利息で持って貸し付けてうんと儲ける。まだあと2枚、あと2枚。せっかく降りてきたんだからね、1枚たるとも残さないよ。んなとこに引っかかってやる枝に、2人して助かろったってそうはいかねえぞ。なよいしょ、おっと、よし、うん、年度、年度、年度、大将、ありましたよ、貴様にやるぞ、ありがとう存じます、どうして上がる。
毒針、狼に食われて死んじまえ、先に帰るぞ。ちょっと待ってくれよ。国元を出るときにあなた一緒だったんだよ。あなたね、待っててください。白状のこと言わないで。おいしげの、ちょっと止めといてくれ、止めといてくれよ。いいかい、今なんとかするか。なんてんでやっこさんにしばらくうなっておりましたが、何を思ったんでしょうか。着ているものをみんな脱いじゃったね。芸人ですから安物ではございますけれども、みんな着ぬもの、羽織、着物、長襦袢、帯、こいつをピーピーって咲き出した。おい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 、ご覧よ、やろう、着物を咲いてますよ。気が触れちゃったよ。ああ、人間なんてのは弱いもんだね。あいつばかりは何があっても笑い飛ばしている野郎だと思ってた。それがやっぱりそうでねえんだ。かわいそうなことをしちゃったな、こら。どう、ああ、どうしよう。おい、そうでないよ。野郎、縄をない始めたよ、おい。いろんな芸のあるやつだね。ヒッパティー、大変なところで内職が始まったな。別にこっちは何も内職やりたくてやってるわけじゃない。狼が出るってのはこれはいけませんよ。ね、冗談じゃないよ、狼シャレになりませんよ。これ出るよ、この景色は。ね、やだよ、狼はね。おや、王さんっつっても喜ばねえんだからね。そうはね、本当にね。ちょっと待ってくださいよ。今すぐですから、もうちょっとですからねってんで、夢中でもって一本の長い枝をこしらえるってえと、手頃の石を見つけてきて、とっときキュッとしっかり結んで、あっちこっちと見ているうちに一本際立ってちょっちょっと出ている坂竹に見当がついた。ひゃーっと回しといて、ひゃっと離すってえと、スーッと飛んでったやつは、くるるっと絡みついて、たったった、これだ、ほらね、どうだこれだ、これだ、よいしょよいしょ。人間というものはね、生きている間に頭を使わなくちゃいけませんよ。ね、これですよ、ありがとう。ちょっと待ってくれよ。今上がるんだからね、あっちは。ね、上がると言ったら、上がるんだよ。いいよ。よいしょ。どっかや。やっと。たとえ芸人といえども、いざとなるってえと力が出ますよ。ね、よいしょ。お家の大事と聞いたときと、ツン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 、よいしょ、はっ、やっこさん無我夢中でございます。竹は満月のごとくガーッとしなう。傍らの岩角に足をかけていて、一つポンと蹴るってえと、ツッ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 、ただ今帰りました。上がってきたよ、おい。やばい、やもうだね。お前、生涯ひいきにするぞ。ありがとう存じます。金はどうした。ああ、忘れてきた。ありがとうございました。ありがとうございました。忘れ物がございませんように。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。